こんにちは、ディーフ東京のあきです。今回は実際に僕のお店で起こった万引きされてしまった時のお話をしたいと思います。で、僕この話を中目黒でお店をやられてる方にも話したことがあるんですけど、実はその方もちょっと似たような手口で万引きされたことがあるようなので、今お店をやられてる方、これからお店をやろうとしている方にはぜひ参考にしていただければと思います。これは2年ぐらい前の話なんですけど、うちで万引きされてしまったのはメガネですね。犯人は男性1人でした。今思えばなんですけど、その数日前にスーツの男性2人組の人が来店されてて、なんか変だなっていう感じはあったんですけど、まあ、もしかしたらですけど、その2人組の人が下見に来てて、後日まあ、その人が実行犯として来たのかなっていう感じですね。じゃあ、その当日のことをお話しします。で、その日は平日の昼間で他にお客様いらっしゃらない時間帯だったんですけど、まあ、その男性が入ってこられて、メガネが欲しいと言われて、で、おすすめを出して欲しいって言われたんですね。ただ、まあ、その男性、うちってメガネ、一ブランドしかやってないんですよ。なんですけど、その一ブランドのことをあんまり知らない、あんまりというかもうほとんど知らないような感じだったんですね。なので、まあ、僕はそのブランドの、まあ、代名詞みたいなモデルを2、3本、まあ、おすすめしたんですね。で、そしたら他のもいろいろかけたいっていうことで、結局ケースから10本ぐらい出した状態だったんですね。で、その状態ってあんまり他の方が入ってこられた時に綺麗な状態ではないので、まあ、ちょっと片付けたいなって思って、まあ、きっとこれは違うだろうなっていうのを片付けようとしたんですけど、まあ、その男性が見比べたいから置いといてほしいって言われて、あ、わかりましたっていうので、その10本ぐらいが外に出てる状態が続いてたんですね。で、いろいろまあ、その男性かけて、じゃあこの2本にしますって言って、クレジットカードを渡されて、ありがとうございますので、レジの方に行って、カードを切ろうとしたんですけど、まあ、そのカードを使えなかったんですね。で、そのことを男性に伝えると、あ、すみません。じゃあコンビニとかで下ろしてくるので、一番近いところってどこですかねっていうので、で、僕は、まあ、一番近いコンビニの道順を伝えて、じゃあその間に包んでおきますねっていうのを言って見送ったんですよ。で、出てるフレームを、まあ、ケースにしまおうと思った時にようやく本数が足りないっていうのに気づいたんですよ。で、もちろんその男性は戻ってくることはなかったんですね。いや、こう話すともう手口としては簡単ですよね。いっぱい出させておいて本数わからない、何本出てるのかわからなくして、僕がレジ行ってる時に盗む。で、もともとそのクレジットカードは使えないものを用意していた。もう、簡単ですよね。ちなみにその中目黒のお店さんだと、お店の広さはうちの2倍か 2.5 倍くらいあるお店なんですけど、カットソー類を畳で陳列してたみたいなんですよ。で、なんか色違いだったりサイズ違いっていうのを希望されていろいろ出してたら、なんかそれをなんかいろんなところに置かれたらしいんですよ。なんか変だなと思って、まあ、その人帰られて片付けようとした時に、あ、1枚ないっていうのに気づいてみたいで、まあそっちの手口も、まあ、似たような感じですよね。本当いろんなところにいっぱい置かれて把握できないようにして盗むっていう、いやショックですよね。まさかっていう感じですよね。まあそれが僕のまあ良くなかったところですよね。やっぱりうちに来ていただける方、本当にいい方ばっかりだったので、まさかうちで、まあ、そんなことが起きるとは思ってなかったので、まあ、そこが僕の、まあ、好きだったのかなって今思います。なのでまあ、今お店をやられてる方も、まあ、うちは大丈夫やっぱり思わないでほしいっていうのと、まあ、これからお店をやられる方は、まあ、そういうことはどこでも起きるであろうっていう想定をしてお店を作っていただけたらなと思います。
まあ初めてこういう話したんですけど、どうですかね、面白いですかね、面白いというかどうですかね、聞きたいですかね。まあもし、まあ、ご要望があればてか僕が知ってることであればお話しようと思うので、はい。なんかコメントとかであってればっていう思います。まあぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。